ただいまより A マット女子個人対抗戦試合番号22番62キログラム級赤コーナー志学館高等学校ヤンバスレン・フーラン選手対青コーナー沼津城北高等学校増田まりな選手の試合を行います。試合の結果をお知らせいたします。 B マット試合番号19番50キログラム級の試合は青コーナー芦屋学園高等学校原田渚選手のテクニカルフォール勝ちでした。芦屋学園高等学校原田渚選手は準決勝に進みます。五条目高等学校武田真奈選手は5位が決定しました。試合の結果をお知らせいたします。 D マット試合番号17番47キログラム級の試合は赤コーナー志学館高等学校曲がらみわ選手のフォール勝ちでした。志学館高等学校曲がらみわ選手は準決勝に進みます。都の城西高等学校川野愛理選手は5位が決定しました。ただいまより B マット女子個人対抗戦試合番号20番53キログラム級赤コーナー阿部学院高等学校本田香里奈選手対青コーナー埼玉栄高等学校小西さくら選手の試合です。Dマット女子個人対抗戦試合番号18番50キログラム級赤コーナー日本大学藤沢高等学校竹内美穂子選手対青コーナー大和高陵高等学校上岡美穂選手の試合です。Cマット女子個人対抗戦試合番号18番50キログラム級赤コーナー帝京高等学校坂本優選手対青コーナー志学館高等学校森川春奈選手の試合です。¡Gracias!
試合の結果をお知らせいたします。デーマット試合番号18番 50kg 級の試合は赤コーナー日本大学藤沢高等学校竹内美穂子選手のテクニカルフォール勝ちでした。日本大学藤沢高等学校竹内美穂子選手は準決勝に進みます。大和高陵高等学校上岡美穂選手は5位が決定しました。ただいまよりデーマット女子個人対抗戦試合番号19番 53kg 級赤コーナー日本体育大学柏高等学校木村彩香選手対青コーナー新宮高等学校中川夏希選手の試合です。50kg 級の試合は青コーナー志学館高等学校森川春奈選手の判定勝ちでした。志学館高等学校森川春奈選手は準決勝に進みます。帝京高等学校坂本優選手は5位が決定しました。試合の結果をお知らせいたします。B マット試合番号20番 53kg 級の試合は青コーナー埼玉栄高等学校小西さくら選手の判定勝ちでした。
埼玉栄高等学校小西さくら選手は準決勝に進みます。阿部学院高等学校本田海奈選手は5位が決定しました。Cマット女子個人対抗戦試合番号19番 53kg 級赤コーナー稲部総合学園高等学校藤波明里選手、今のチャレンジについてですが、青の投げのリスクということで、ノーポイント、チャレンジ成功です。試合の結果をお知らせいたします。チームマット試合番号19番 53kg 級の試合は赤コーナー稲部総合学園藤波明里選手のコール勝ちでした。稲部総合学園失礼しました、稲部総合学園高等学校藤波明里選手は準決勝に進みます。志学館高等学校姫野瑠璃選手は5位が決定しました。ただいまよりCマット女子個人対抗戦試合番号20番 57kg 級赤コーナー滋賀高等学校水間瑠奈選手対青コーナー稲部総合学園高等学校柴田葵選手の試合です。